はい、おはようございます。生態野菜院長の浅井です。今日は、お客さんの中で、ですね、結構旦那さんが昭和の考え方で、夫婦関係において、どちらが偉いかっていう基準になった場合に、お金をどちらか、1円でも多く稼いでる方が、偉いんだっていう考え方、昭和の考え方の旦那さん、あとは、妻は食わしてもらっている、妻は家事をして旦那さんに食べさせてもらっているということ で夫の言うことを聞くっていうのはもう大前提っていう、昭和の考え方の旦那さんの、そういう考え方が、辛い、ということで、どうしたらそういった旦那さんのそういう昭和の考え方を、そういう考え方が、考え方であってもその妻は、どうしたら楽になれるのか、どういう考え方をしたら楽になれるのかっていうようなことについて、ちょっと調べていこうと思います。はい、では行きます。はい、ちょっとこの情報とかですね、いろいろ偏ったりとか、なんかいろいろもん、なんですかね、ちょっと、間違ってる情報とかもあるかもしれませんが、とりあえずちょっと行ってきますね。はい、で増える熟練に離婚、オラオラ系の昭和型夫に産業犯を突きつける妻、熟年離婚、そんなのうちではあるわけがないという方、逆に要注意です。夫の定年退職について不安に思っていると答えた妻が 70%、 夫の定年をきっかけに離婚する夫婦が年々増えているようです。20年以上連れ添った夫婦が離婚することを熟年離婚と言いますが、30年前に比べると熟年離婚は約2倍に増えたと言います。特に1990年代から2015年にかけて、それまでの2万台から7万台近くに増えています。この時期に熟年離婚が急増した原因は、団塊世代の夫が定年退職の時期を迎えたことにあるようですと。はい、で夫が家にいる鬱陶しさから、主人在宅ストレス症候群、妻が嫌になる言葉ベスト3、1どこに行くんだ、2何時に戻る、何時頃に帰るんだ、3俺の飯はどうなる。この3つ、この言葉から見えてくるのは、いかに妻に依存しているかという事実である。バーゲンで何か買ってきたのを、何買ってきたかと聞くのは、外の飲み会で何食べてきたのって聞かれるのと鬱陶しくなるのでと同じです。熟年になった今、変わらないと思っていた価値観にも変化の兆しが現れます。仕事質を通じて立派だと思っていたが、熟年離婚を得て考えが変わったとか、子育てを考え終えたからこそ自由に人生を生きたいなど、人によって行き着く考え方や価値観は様々です。で、妻から離婚を切り出される夫の熟年離婚度チェック、仕事の話は一切妻にしないは1点、自分には家事の分担が3、自分には家事の分担が3、ここはもういいですね。はい、でちょっとどんどん行って、で特に高齢者、65歳以上の貧困率は 22% と高く、単身の高齢者の貧困率は4割以上に上がる。これら下流老人は約700万人存在するとみられる。今後も増える傾向にある。両親の熟年離婚の今更感にとばっちりと感じる子どもたちも、両親の離婚が子どもにとって無害ならまだしも、必ずと言っていいほど大なり小なり迷惑を被り、負担を強いられ、心身ともに振り回されることになります。母親の生活費の援助、父親との離婚交渉の代理、そして遺産相続のなどの息子や娘にとっては、母親の離婚という決断はわがままだと思い、離婚に伴う協力や援助、手伝いはとばっちりだと感じるペースも少ないようですと。安倍晋三、もうこれはいいでしょう。で、昭和の脳の夫に家事を手伝わせる一言。家事を手伝わない夫に家事をさせたい。何ならできる。今の世の中、夫が家事を全く手伝わないということが通りづらくなってきました。しかし、それでも自分の方から家事を手伝うよと申してくれる夫ばかりではありません。その場合は妻の方から手伝うように要求することになりますが、どのように頼めばいいのでしょう。まずは一つ、
夫が負担する家事を決めることを持ちかけてみてはいかがでしょう。全部私が家事をしているとだんだんやる気もなくなってきちゃうの。まず何か一つだけ手伝ってくれないかな。なら何ならできる、何ならできるのかを、聞くことがポイントになります。男は総じて自分ができることを披露したいという気持ちを持っています。できそうなことを聞くことで夫のやる気を少しずつ引き出します。また夫に選択権を与えることも大事です。人間は他人から与えられた命令に対しては心のどこかで別に言う通りにしなくてもいいだろうと思いがちですが、自分が言ったことは守ろうとします。学生時代は自分で選択をやっていたから選択くらいはできると思うよといったセリフを夫に言わせることで、自分で言ったからにはやらなきゃという気持ちにさせるの、何かできるのか人によって千差万別です。料理ならできるとか、部屋の整理なら得意とか、それぞれ得意分野があります。まずはそうした得意分野を負担してもらうことを習慣にします。頃合いを見計らっていつも本当に助かっている、いつもあなたに頼むときっちりやってくれるからもう一つお願いしたいのと打診します。このように夫をおだてながら家事を巻き込んでいくと良いでしょう。夫の方も妻が家事を手伝ってもらいたいがためにお世辞を言っていることが分かっているのです。しかしこのように妻が気遣ってくれることに対して自分を報いなければならないという気持ちになるのです。逆に家事の出来栄えに文句を言われると夫の方は一気にやる気をなくなってしまいます。妻の側からすれば当然のことを言っただけだと思うんでしょう。夫もそんなことでやる気を失ってはいけないと思うのですが、現実問題としては夫のモチベーション低下は避けなければなりません。文句を言うときもいつも助かっているなど一つだけ直してほしいところがあるのといった具合に言葉をオブラートに包んだ方がうまくいくでしょう。あとは夫も納得できる家事を手伝う理由を普段から言っておくといいでしょう。私が早く死んでしまったときに自分が家事ができなくなったら困ってしまうでしょう。そのための準備が必要だからねって、子供も大きくなったら家事を手伝わない男は結婚できない時代になると文句を言うときもいつも助かっているけど一つだけ直してほしい、そんな夫の姿を息子に見せてもいいのなどと冗談っぽく言えば夫も苦笑いしつつ、まあ確かにその通りだなと思い、モチベーションを保つことにつながるでしょう。夫からお前は全然ダメだと言った場合の言った言葉の暴力を受けたとき、この紙のリストが5回になったら2人の関係を考えさせてもらいます。これは深刻な問題ですが、この場合言われた言葉を1枚の紙にまとめて打ち出すことをお勧めします。自分が受けた言葉を次のように分類し日付を書くのはいかがでしょう。例えば言葉の暴力タイプは稼ぎに関すること、誰が稼いでいると思っているんだ、2014年10月20日お前の方が稼ぎが少ないんだから黙ってろ、2017年2月1日といったもの。タイプ B は人格攻撃、お前は全然ダメだ、2016年4月4日お前は育ちがおかしいよ、2018年10月26日といった具合です。紙を打ち出したらこれをダイニングなどに貼っておきましょう。そして言葉の動力を受けるごとにその場で書き加えていく。そうこうすれば夫にとっても一目瞭然です。この作業にはもう一つメリットがあります。夫に言われた言葉を冷静に客観的に書き留めるという作業を行うことで自分の混乱した気持ちや怒り出し、客観で事実を2人で共有する、この条件を上のこの上で、条件を作ります。例えばこの言葉の暴力が5回になった時は2人の関係性を事態を考えさせてもらいますといったものです。1回2回を要所することとしても5回になると今後も治らないと見なすことができます。ならば妻が幸せになる選択肢は離婚しかありません。場合によっては夫の側が自分の発言が言葉の暴力であることに気づいていないことがあります。あるいはその頻度を把握していないこともあります。客観的に事実を2人で共有するために1枚の紙に状況をまとめる必要があります。冒険を記録する理由はもう一つあります。それはいよいよ離婚ということになった時に離婚理由として具体的な事例を日付も含めて示すことができるということです。ここまで具体的な記録が残っていると夫も否定することはできません。裁判を有利に運ぶことができます。合理的なことを言っているように思われるかもしれませんが、離婚裁判で有利な条件を引き出すことはその後の人生を幸せに過ごすためには極めて重要なことです。一方そこまで深刻な事態ではないけれど
男の無神経な言葉で嫌な気持ちになることがあるという人も多くいらっしゃるでしょう。そういう時でも紙に言葉を書き留めて相手に示し、自覚を促すことが相手にとって有益です。多くの場合、無神経な言葉を発している男は自分の言葉で相手が不快な気持ちになっていることに気づいていないのですから、紙に書いて示すのはセクハラ防止にも有効です。職場でまだ結婚していないとしていないのっていう言葉を発することが NG なのは分かりやすいですが、鈴木さんはいつも笑顔で素敵だねといった言葉でも関係性によってはハラスメントに当たることもあるでしょう。そういった時に言われた側がその言葉を書き留めて、その顔についての発言やは基本的に NG ですが、35歳までのイケメンを許されることがありますとユーモラスに書き添えるとトゲトゲしくなりません。目的は あくまでもどこまでが OK でどこまでが NG になるか示すことです。ですから、このような言葉のは OK ですと OK 言葉の具体的な具体例を示してあげるといいでしょう。休みの間どこ行ってきたのは OK ですが、誰と行ってきたのは NG という具合です。はい、で夫婦ってお金を稼いでる方が偉いんでしょうか。私は結婚の機会で退職しました。新しい土地で仕事を見つけるも、出産引っ越しのためまた退職、今の子育て中心で仕事はしていません。先日ちょっとしたことで主人喧嘩になり、あなたは俺以上に稼げるのかと言われました。正直稼ぎません。その代わり家事と育児をしています。時々手を抜くことはありますが、放棄をせずにそこやっているつもりです。私が稼ぐことと家事子育てをすることに比べることではないと思っています。この考えは専業主婦の開き直りになってしまうんでしょうか。人それぞれとか思うんですが、他の家庭ではどうでか知りたい。ここ半年子供の夜泣きが続いて少し困っています。いろいろ自信もなくしているので、どうか辛口で意見をご遠慮。で、稼いでる方がで、稼いでる方が偉いとは思いません。でもそれはお互いに、稼いでいるのは俺だけど、お前が家事育児を頑張ってアシストしてくれてるおかげだよって。夫婦は平等だ。私は大したことはしてないけど、いつも仕事は頑張ってくれてありがとう。あなたの方が偉いと考えているなら、うまくいっているんだと思います。稼いでいる方が相手に、稼いでないくせにというのは禁句。稼いでない方が相手に、自分だって頑張っているから平等だというのも禁句でしょう。私はこなし夫婦2人暮らし専業主婦ですが、少し立場が違いますが、稼いでる夫が偉いと思って過ごしています。2人分の家事なんてしたなんてたかが知れているしということもありますが、家庭の核である収入源が夫がしっかりキープしてくれていて、その私はその他の雑用をこなしているだけだと思っているから、男はおだててなんぼ、男のプライドを傷つけても良いことはないです。だからこう思っていて丁寧、ちょうどいいと思います。うちは同じようなネタで喧嘩したことありますが、私はあなたが偉いに決まっているやろ、私が稼げへんって分かってるやろ、分かってるやんか、役割を違っても頑張っているのはお互い様じゃって怒鳴り返しました。今も夫も家庭内は担当の違いを理解してくだらないことを言わなくなりました。自分の頑張りを信じて、この頑張りを主張したらいいと思います。まずは体力回復ですよ。体が疲れると心も疲れてしまいますからねと。全くそう思いますね。はい。高収入が偉いのか、39歳共働き夫婦正論ばかりの喧嘩を終わらせる方法。意見が対立した時、どちらが正しいか判断基準にすることはあるだろう。ただそれを夫婦間に持ち込んでしまうと解決しないことが多い。はい。よいしょ。夫はもっとらしいことを言っていますが、要するにお金を稼ぐ方が偉いという価値観に凝り固まっていて、それは間違いだってことに気づかないんです。それに子供を保育園に入れて働いていて、この人がお迎えに行ってくれることはないので、私だってもっと働きたいと思っても残業できないし、休日出勤だってできないし、働きたくったって働けないんです。そうは言いますけど、実際私の年収が妻と同じくらいになったら、それは私が残業しないで妻が残業して稼ぐというのも正しい選択かもしれません。だけどそれでは今の生活水準が維持できないので、妻の言ってることは小学生の言いがかりのようなものです。そんな理屈は社会では通用しないということが分かっているんです。さらに私は脱線し、結婚当初の話を持ち出した。妻は結婚した時に家計簿をつけるのは妻の役割だと決めていたのに、やったのは最初の1年ぐらいで、それからは1回もやらないんです。約束を守らないのは大人としてどうなんでしょうか。妻には分かんないんです。1年ってことは
もうちょっとやっています。ただ結婚して1年ちょっとで妊娠してつわりがひどくできなかったんです。その時も夫はいくら説明してもそれは結婚した時の約束だから、私は責めるばかりで、そんな家計簿つけたいなら妻がつわりで苦しんでいるんだから自分でつければいいじゃないか、100歩譲ってつわりの時は仕方ないとしてもその後つけない、その後もつけてないんです。現にだって今だってつけてないですし、その後ってつわりの後の出産でしょ、で生まれてくる子供の面倒に忙しくてそれどころじゃなかったんです。一休が終わって仕事に復帰したらもう毎日天安門やそんなことするゆとりなんてあるわけないんです。そのことが夫には分かんないです。その手の論争の一つ一つが終わらずに続いていくんです。永遠に聞き続けることもいかないんです。はい、揉めてることがお互いには悪いことを見直して、いい関係にしたいという点では一致しているんです。ただ自分が悪いことでも相手から話を聞くと冷静に聞けないところもあるので、第三者として冷静に話を聞いていただいて、どっちが悪いのか客観的に判断していただきたいんです。その上で多くの事例を見ていくと思うので、こういうケースはどうしたらいいのかアドバイスをします。妻の言う通りです。ご夫婦の意見が一致する唯一の点ではないかと思うかとすら思える貴重な一致です。そしてゴールにおいて意見がバーッときて、というのも夫婦の関係に善悪とか客観性を持ち込むと解決しないということが多くの事例を見てきた経験からですと、まあ、ちょっとここはもういいですね。はい、先行っちゃいましょう。まあ一家でも頑張っていこうか。はい、はい、と聞かれた人は判断したくなります。しかしあなたのここが悪い、ここが間違っていると言われた側がいい気分になることはありません。言われたことを反論できなければ従うかもしれませんが、所詮しぶしぶです。積極的にとか好意的に改善しようという気持ちになるのは稀です。夫婦はお互い反論できていますから、なおさら相手の言う通りにはしないでしょう。何が私が何らかの裁定をした時とアドバイスできる、はい、私にできるアドバイスはお互い気持ちを思いやりが大切ですよと、あと精神的なことを言ってお茶を濁すか、感謝の気持ちが必要ですから毎日3回相手にありがとうを言いましょうなどという話をそらすか、さもなければ具体的なことを言って少なくともこちらからの方に不評を買うかです。例えば私が、あいつは全然分かっていない、何も役に立たないと思われるのが責任は、大変なのは分かりますけど約束したのだから守るべきではないでしょうかなどといえば、何々さんは、男だからこんなに大変な私の状況分かんないんだよと思われる、約束を変える話をしてみよう、まあここもいいかもしれない、ザバッと切って、はい、すいません。旦那は ATM と思え稼ぐ方が偉いか、旦那のことは ATM だと思っているという言葉をよく聞きますが、この考え方に対しては賛否両論あると思います。世の旦那たちにしてみればとんでもない考えですよね。家族のために汗水たら話して働いているのになんて、旦那たちの意見は置いといて旦那イコール ATM の考えがどうしても私にできません。この考えに対して賛同するわけでも批判するわけでもありません。家族にはそれぞれの事情がありますからね。どういう夫婦生活を送るのかはそれぞれの自由ですし、ただこう思えたら楽だったかもしれないと思うのが正直なところです。旦那はお金を稼いでくる人、そう割り切れるなら離婚は考えなかったでしょう。だって1馬力より2馬力の方が経済力は安定するんだから、あ、一般家庭の話ですよと。旦那はサラリーマン、私はパート。そう、このパートっていうのがまた問題になるんですよ。子供が生まれるまでは私もフルタイムで働いていました。でも今は正社員でもフルタイムでもなくパートとして働いています。扶養内です。扶養内のお給料って月々8万円程度ですよねと。当然正社員やフルタイムでより少ない手取りです。旦那の給料が多い方が多くて当たり前だから、でもだからってそんなに偉いのか。家計について話をしているとひそひそと伝わってきます。俺の方が偉い、稼いでるのにという旦那の心の声があんた主婦でしょと実際に言われたこともあります。正社員はフルタイムでバリバリ働いた方が家計に余裕ができることも十分わかっています。でもなお私がフルタイムで働いている、それなりに稼ぐようになったとしてもお前は家事や育児その分分担できないと言いたい。保育園の送り迎えができるのか、子どもの発熱で会社を早退できるのか、子どもの体調不良で会社を休めるのか、全部できないだろう、そもそもする気がないだろう。世の中にはバリバリ働きながら家事育児全て一人で頑張っているスーパーウーマン、
がいるのも知っている、心の底から尊敬する、私には無理なんだ、完全にキャバオーバーって思ったんですよ。でもね、あの時ふと考えたんですよ。離婚してシングルマザーになったらそれが当たり前じゃないですか。そうしないと生活できないんだから、頼りたいのに頼れないのがしんどいんじゃないですか。旦那がいるのに頼れない、夫婦なのに家族なのに頼れない、それが自分にしんどいんだって気づいたんです。それと同時にいない方が楽なんじゃないかって思っちゃったんですと。稼ぐ方が偉いという考え方は男性は収入の、高い低いに関係ないなく言います、平均以上の収入でそういった考え方の人に会ったことはないですが、偶然ですが、またそういう考え方は勝ってやっているという感じがして、思いやりがなく気分次第で平気で裏切り不貞行為ができそうに思えて時々不安になりますが、それまでは考えすぎですかといった考え方も治りません。治りますか。うちの主人は30歳で年収300万、手取り18万です。普段は家事育児を手伝ってくれ、ねぎらいの言葉もかけてくれる良い夫ですが、結婚してから急に稼ぐ方が偉いという考えを振りかざすようになり、文句があるならお礼をより稼げと言います。機嫌が悪い時限定ですが、それが本音かと思ってしまいました。結婚前はそんなことつまりはありませんでした。私は現在1歳児の育児で、妊娠中のため専業主婦、結婚の際主人と話し合い、転勤族の主人についていくためにキャリアを捨てて主人のいる地方に引っ越しました。私は専業主婦だからといってママ友とランチはしたことがありません。主人のお昼代を1日500円にとしているので、自分も1日500円を出さないようにしています。甘いものが好きで完食していますが、朝完食昼食を含めて500円以内にしています。化粧品も服もめったに買わない上に安いものの身にしていますし、家具はほとんど私が一人暮らしをしてきた時のものです。友人には家具が全然ないね、いつでも夜逃げできる感じだねと言われますが、転職があるし主人も何かというと買うなんて贅沢だよ、うちにはお金ないんだから買わなくていい、俺が作ればいいじゃん、お前が縫えばいいじゃんって言って買いません。その割に主人の趣味のもので溢れている部屋があります。収納グッズもあまり買えずに帰ってごちゃごちゃしています。そんな感じで初年度の年間100万貯めました。2年目は子供が生まれたため車が買い替えて50万しかできませんでしたが、私がやりくりできない金食い虫なら受け入れますが、私もいろいろ我慢して頑張っているのに納得いきません。稼いできてくれることには感謝しています、常にそう伝えていますが、俺の方が偉いなんて言ってはいけないと思っています。主人にはそう訴えるとその場では冗談のつもりだったと言いますが、しばらくするとまた発言が出ます。友人の旦那さんも稼ぐ方が偉いという考え方で、手取り15万円ボーナス年収は分かりませんだそうです、はい、で男はみんなそんなもんですと、自分が一番大変と思っているのです。養ってもらっている以上お金のことを言われると何も言い返せなくなってしまいますが、どちらが偉いかとは関係ないですね、あなたが家にいて家事育児すれば旦那さんが働いてお金を稼ぐのは当たり前でしょう。それが夫婦の役割ってもんです。旦那さんは家族を養うことの意味分かっていますかと、一家の大黒柱なのに責任も何もないって感じでします。要は子供なんでしょうね。へそくりでもして旦那さんに内緒でたまには使ったらいいと思いますよ。貯金ってそんなに大事ですか。私の考え方ですが、目的のない貯金は意味がないと思います。お金なんて使ってしまえばなくなるし、また同じ金額を稼ぐのは大変です。でもまた心を満たされるためされます。また明日の活力になり仕事頑張ろうと思います。旦那は目的のない、貯金派です。お金があっても心が満たされなければ幸せではないと思います。妻がいない老後を考えたことはあるだろうか。熟年離婚といえばこれまで妻から切り出される例が多かったが、ここ最近妻が不用品になると夫が増えているよという、夫が何をそうさせるのか、決意したらどんな手順が必要なのか、長生き時代の悩める夫に賢い離婚術をで、妻と別れて本当の自分を取り戻しました。はい、30年以上連れ添って、来た3歳年下の専業主婦の妻と昨年離婚しました。離婚を切り出したのは夫である方です。これから先30年は生きる、人生まだまだこれからと考えると妻と一緒じゃ
ない方が幸せだと思ったんです。結婚は26歳の時、当初は仲のいい夫婦で2人の子供に恵まれましたが、だが下の子の小学生入学を機に妻が教育士の立ちにパートに出始めてから夫婦関係が変わってきた。家にいる時 の妻はパートで疲れていると言って、イライラ、ちょっとしたことで怒鳴り散らすようになり、子供にもきつく当たるようになった。子供が高校を卒業すると妻はパートを辞めて、すでに夫婦関係を引き切っていた。同じ部屋にいてもろくに会話もしないのが当たり前になっていた。妻は僕に無関心で、食事も別々、家にいても安らげず居場所がない日々でした。離婚の決め手になったのは2年前、加藤さんが病気を携わった時のこと。1ヶ月ほどの入院で妻が見守りに来たのは一度だけ。病室に顔を見せたのはほんの5分ほどの間で、妻の口から出たのは入院費用がかさむ、早く良くなってくれないとお金が心配というそっけない言葉だけ。老後を目の前に控えた病人には答えた。妻にとっては僕はやはりもはや人生のパートナーではなく、ただの金づるでしかないのだと実感した。子供は2人とも独立し、残る人生は妻と2人で歩む。入院時の妻の対応を見れば、年とともに体を弱ってきて、もうお金がかかるから早く死んでほしいと思われ、放置されてもおかしくない。妻がいない方が幸せだと、だという思いが強くなった。弁護士に相談し、すぐに家を出てアパートを借りた。離婚を突きつけられた妻が逆上したが、家は妻の私、他の財産は全て半分に分けることで合意。1年半の別居期間を経て離婚が成立した。前より貧乏になったけれど、離婚した今の方がはるかに幸せです。残りの人生は自分の気持ちに正直に前向きに生きたいと晴れやかな顔で話す。今後いいパートナーに巡り合えば再婚したい。厚生労働省の人口統計系統によると、国内の離婚件数は年間22万組、中でも増加傾向にあるのが離婚して20年以上の夫婦が離婚する熟年離婚だ。専業主婦が離婚時に夫の年金の一部をもらうことができるようになってから、熟年離婚といえば、妻から夫に離婚を切り出すというのが典型例と考えられてきたが、だがここ最近は状況が変化しているようだ。専業主婦が離婚の、夫から妻に離婚を切り出すケースが増え、しかも単に女性がいるケースだけではなくなってきたという。裁判所の2015年度の司法統計によると、男性からの離婚原因1位から3位は、性格が合わない、精神的に虐待する、家族、親族と取り合いが悪い、離婚相談に来る男性で最近多いのは、妻と別れ本当の自分の人生を歩みたい、純粋にパートナー関係を解消したいのです。熟年離婚を含め年間400件を超える離婚相談を受けている弁護士の中里、100年人生時代と言われる今、定年を目前に控え、自分の人生を振り返り始めた時、自分の人生はこれで良かったのだろうかと立ち止まる人が増えているという。第二の人生は長い、男性もゼロからやり直したいのだ。離婚そのものが珍しくない今、夫が離婚しても出世に響かなくなっているということも離婚を考えやすくなっている要因の一つでしょう。離婚したいと思っていても現実にはいくつものハードルがある。いいことばかりではない。加藤さんのケースを読んでも、自分も思った読者はまず男性側のデメリットもしっかり認識しておこう。それはズバリお金だ。離婚で最も揉めるのはお金の問題。離婚すれば生活水準やライフプランが大きく変わることを自覚した上で行動しなくてはなりません。一般的に離婚の際の金銭的な取り決め事項は大きく分けて、財産分与、年金分与、慰謝料、養育費、子供がいる場合の4つ。熟年離婚の場合、最も大きな問題が財産分与だ。夫婦それぞれの結婚前に貯めた分などを除き、原則としてお互いの、財産の全て開示し合い、婚姻期間中に築いた財産全てを折半する。預貯金などのほか、2人による借金や住宅ローンなども夫婦による財産として分けることになる。夫の退職金は婚姻期間分を折半する。例えば入社8年後に30歳で結婚、60歳で退職金が2000万出て離婚するケースなら、勤続38年のうち8年分は夫のもの、取り分は夫が76分の46、妻が
76分の30、金額にして夫が1210、妻が790になる。妻を捨てようとする、夫から切り出す熟年離婚の増加、年金分与は年金を受け取る権利、夫婦で分ける婚姻期間が長いほど、分割分が増えるため熟年世代にメリットがあり、多くのは収入が多い夫から妻に差額 50% 分けるパターンだ。ただし対象は厚生年金、公務員は共済年金の、報酬比例部分、それも婚姻期間のみだ。夫が自営業などで厚生年金に入ったことがなければそもそも分割する年金はない。慰謝料については、慰謝料については、離婚理由で最も多い性格の不一致定は通常発生せず、不貞や DV などが明らかに認められる場合のみに発生する。養育費は子供がある程度の年齢になると発生しないことがある、多い。つまり夫が大黒柱である場合、妻にごっそり財産を持っていかれてしまうのを覚悟しなければいけません。意外なようですが、弁護士事務所、カウンセリングなどに相談、離婚相談に来る男性にお金という踏み絵を示しても踏みとどまる人は少数派だという。生活水準が下がっても妻と離婚したいと意思を固めたならば早く行動を移すことを勧め、つまり勧め、離婚が遅ければ遅いほど退職金や年金を奪われる率が高くなる。定年間近になればなるほど財産分与の重みを増しますし、そうした意味で離婚するなら55歳までにする方がことを勧めています。夫が嫌いすぎるなんてひどいタイトルだと思うんですよね。お子さんお方も、じゃあ離婚すればいいとか、夫に感謝できないあんたが悪いとか、いろいろ反論されることもあると。実際に前に書いた案で、妊娠中は本当によくあることで、ホルモンや母性からが子供を守るための本能を働くので、理由がはっきりしているので対応しやすい。でも何年経っても夫が嫌いすぎる状態になるのは当の方にも苦しい。誰も好き好んで自分の人生のパートナーを嫌いになって得することなんて一つもありません。願わくば夫婦仲良く幸せに暮らしたいと全ての妻を思っている。何なら妻は嫌いだと思っている自分の感情を憎いと思っているし、この感情を持っていることに対して罪悪感を持っている。離婚すれば話は早いですが、そんな簡単にはできませんよね。夫が嫌いすぎるという感情を持っている方、そしてどうすれば気持ちになるのか、夫が嫌いすぎるのは理由がある。当たり前だと思いますが、何もしないのに嫌いになることはありません。もし理由がわからない人は、実際はほんの小さなことの積み重ねが理由になっています。例えば洗濯機に洗濯物を入れないとか、本当に小さい理由でも地理もなんですよ。に人が聞いたら、あなたの辛抱が足りないとか、そんなことぐらいでと思われるでしょう。でも本人が嫌だ、妻が嫌だと思ったことは仕方ない。人の批判的な感情は関係ありません。嫌いな人は人それぞれで、夫を嫌いになる理由、手伝わない、自分勝手、話が通じない、不潔など理由を挙げたらたくさんあって、一人一人全員に聞いてみてもそれぞれの答えが返ってきます。もっと深刻になるのになると、浮気癖、酒癖、女癖、モラハラ、もうね、本当に理由は人の数だけあるので、一つ一つ挙げたらきりがないんです。じゃあ嫌いな理由があって妻はどう耐えるんでしょうか。どのくらい嫌いなのか、離婚を考えるとき、誰にも相談できない。あるデータによると 67% の人が一人で悩んでいるそうです。一人で何とかしようとしている人ほど気丈に振る舞っている人が多いのを感じます。頑張りすぎていませんか。もう頑張りすぎなくていいんです。家庭内での内容だからこそ安易に相談できないのかもしれません。関係ない人に迷惑をかけたくない、他人には理解できないだろうと、どう思われてるんだろうと、噂になったら嫌だななんて一人では冷静な判断できません。悩まないわけがありません。悩んで当たり前のことです。何をどうすればいいのか、なんでこんなことになったのか、私はこれからどうなるのか、一人で悩まないことです。まずは整理していきましょう。なんとかなると考えている。楽観的になるのは一方前向きにでいいですが、実はなんと危険な考え方です。離婚後のことを考えていますか。お子様がいらっしゃるならなおさらです。生活費、住居、仕事環境などなど、ライフ設計をした上で前に進みましょう。
3、本当の気持ちがわからない。何が原因で離婚を考え始めたんでしょうか。何に対して気持ちがわからないのでしょう。夫への愛情がない、お嬢なのか、子供の環境のことなのか、離婚後の生活なのか、世間体なのか、このまま生活を続ける時間がもったいないのか、結婚から現在に至るまでの経過があるわけですから、いろんな問題があって当然なことですね。結婚は相手が存在します。一人で諦められないのですから、夫あっての自分ではない、なく自分自身の人生を考えた時、自分らしく生きる目標を持つことです。あなたの自立をお手伝いします。離婚を急いでいる、日々、辛い時間を過ごしのことでしょう。何をどうしたらいいのかわからない。こんな生活が続くなら離婚を選択した方が楽になるなんて考えていませんか。夫から離婚しようと言われ離婚しますなんて間違っても口にしてはいけません。辛い時間から回避するための離婚は本当に危険です。急いだ決断をしてもいいことはありません。養育費のこと、慰謝料のこと、財産分与のこと、離婚後の生活を考えしっかり準備してからでも遅くありません。本当に離婚を望むなら目標を立て、そのために何をしていくべきか考えましょう。感情的になってしまう。なぜ感情的になってしまうんでしょうか。相手の発言に対してでしょうか。相手が憎いのでしょうか。相手に気持ちがあるからでしょうか。一番懸念されているのはお子様に当たってしまうことです。こうなってきたらすぐに相談に来てください。離婚の話をするときは夫と二人きりでは危険です。ここでも同じく感情的にいいわよ、離婚しましょうなんて安易に離婚届を印鑑を押すことのないように、感情的に物事を進めて何を得られるのでしょうか。今後前に進む方向がはっきりすれば感情的になることはなくなります。見学的に進みましょう。離婚原因、夫の浮気、家庭に影響を及ぼす、休日留守、外泊など、離婚したいと言い出した、生活費を入れなくなった、会話がなくなった、家を出たと言っている、ドメスティックバイオレンス&モアハラ、モラルハラスメント、緩やかな話をすれば暴力が振るわない、穏やかな話をすれば思うのは、何がスイッチで起こるのかはっきりしている、子供にも暴力を振る、短い期間で定期的に暴力を振る、近所は警察が来た時がある、危険で家を飛び出したことがある、凶器を手にし暴力を振るおうとしたことがある、暴力を振るい出したらとことん子供の心に乱れがある、セックスレス、楽しめない、めんどくさい、義務的にするのが疲れた、しないと機嫌が悪くなる、誘って無視される、借金、何度も繰り返す、ギャンブル、マザコン、育児拒否、風俗通い、別居、自分の親を拒否、性格の不一致、失踪、ですね。そもそもモラハラとは、モラルハラスメントの略ですが、この言葉自体が法律で明確に定義されているわけではありません。一般的な言葉としては、言葉を態度などによる、精神的な暴力を示すと言われています。モラハラの事例。ある日子供が風邪をひいた際、元から子供が、風邪をひいたのをお前が食事を原因だ、ちゃんとした食事を与えているか、お前に子育てする資格はないなどと言われたケース、はい、ここはもうちょっと。あ、でモラハラ夫の特徴、何かと人のせいに自分の非を認めようとしない、感情の起伏が激しく些細なことですぐ起こる、プライドが異様に高く自分の考えを曲げようとしない、正論に聞こえる、なんか熱弁を振りかざす、他者に対する思いやりがなく考え方が自己中心的、時には優しい、外に対する態度がいい、束縛傾向にあり嫉妬心が強い、平気で嘘をつく、ストレスに弱く打たれ弱い。夫がモラハラと思ったらすべきこと。夫がモラハラ被害に遭っていることを自覚する。簡単なようで意外と難しいのが入り口のこの部分。モラハラは相手が必要以上に攻撃するものですから、妻は自分が悪いものかもしれないと思い込んでしまい、夫のモラハラに気づけないことがあります。何でもかんでもモラハラと決めつけることは良くないですが、少なくとも夫婦関係においてどちらかが常に悪いということは本来あるべきではないこと。そうしたため、自分がいつも謝ってばかりいるなど、自分自身を振り返った時に少しおかしいなと思えることに気づくことが重要です。
もしかしたら夫がモラハラかもしれないと思った場合、ひどくなる前に対処と対策を取るべきでしょう。ただ一方で何でもかんでもモラハラと決めつけるのも良くないでしょうが、少なくとも夫婦関係においてどちらかが常に悪いということはなかなか考えられません。そのため自分がいつも謝ってばかりいるなど、自分自身で異常と思える行動を行っていたということに気づいたときにはモラハラを疑いましょう。そしてもしかしたら夫がモラハラかもしれないと思った場合は、ひどくなる前に対策をするべき。夫と話し合う、モラハラがひどくなる前ですから、夫から自分の悩みを正直に伝え、何々を直してほしいなど訴えることにより、夫も自分の過ちに気づき、考えを改めて可能性があります。そのため、夫からモラハラ被害を受ける場合は対処としては、まず2人と話し合うことを勧め、しかし場合によっては親族や共通の友人など第三者を交えて話し合った方が良い。夫のモラハラがひどく、話し合いをしても改善が見込めない場合には効果は薄いと考えられます。第三者に相談する。モラハラ被害を受けた場合は精神苦痛もあります。その場合にはモラハラ被害を受けた場合の親族や友人など信頼を受ける人の配偶者暴力相談センターなどの相談窓口に相談すればよい。あまりにもひどい場合は危害が警察や弁護士に言われると証拠を残すと。夫からモラハラを被害を受けた場合は離婚や慰謝料請求など法的処置を検討する人もいるかと思います。これらの法的処置をするためにはモラハラ被害を受けた側のモラハラの事実を証拠するレコード、夫からモラハラを受けた場合に対応する IC レコーダーの夫の発言を録音するしたり、その日の出来事を詳細に日記に書いておくなどしておくと証拠を残しておく必要があります。夫をモラハラで悩む人。モラハラの夫の特徴。夫の振る舞いが少しでも昭和の意識、男は仕事、女は家庭からの脱却。はい、まだまだ昭和型夫婦。日本では高度成長期に夫は仕事、妻は家庭という家族モデルが大衆化しましたが、1990年に入ると共働き世代が増え始め、バーって来て日本は共働き、働く女性の6割非正規雇用、既婚女性の収入は100万円前後と集中している。専業主婦は希少になりつつありますが、夫の扶養の範囲内で働くパートの主婦を含めると男はもっぱら稼ぎ、妻がもっぱら家事育児をする昭和型夫婦が実はまだまだ多いんだと。正社員と共働き夫婦を危うい状況にあります。子育ての中に共働き妻を足す、はい、まあこんな感じですかね。主婦が3割になれば意識が変わる。長時間労働の是非を進める上で、男女の役割分担が脱却が必要です。そうなれば、ということで、まあ、男性もの主婦が男の人がしある主婦にも3割以上の世の中が増えれば、いろいろ変わってくるだろうと。ヨーロッパとか海外ではまあそういうふうになっているとかということですね。はい、ちょっと長くなりすぎましたけども、結局ですね、最初に戻って問題は何でしたかというところなんですが、そうですね、昭和の考え方の旦那さんがどうしたら変えられるか、まあ、お金を稼ぐ方が偉いとか、妻は食わしてもらっている、夫の言うことは聞くのは大前提、どうしたら楽になれるかっていうことは、まあ、楽になりたいので、今夫が、夫の言うことは聞かないのは大前提になれば楽になりますし、妻は旦那に食わしてもらわなくても、妻が自分で稼いできて自分で食えば、楽になれるし、で旦那よりはお金を稼ぐ方が偉いは、妻でも勉強して旦那より稼いでる人っていうのは少ないですけども多いので、まあ多く少なくはないので、まあそういうふうに、勉強して、旦那よりも何か一生懸命、結局旦那のことを聞くのは大前提で、それになんていうんですかね、それに反抗して、じゃあ聞かないことを大前提っていうだけのことをまず、考える。で妻は食わしてもらっているだったら、
逆に妻も稼いだお金で旦那にプレゼントというか食わしてあげるというか、ために何か、稼ぐお金、自分で自力で稼ぐそういう力を、身につけるみたいなですかね。でお金をより稼ぐ方が偉いであれば旦那よりも稼ぐのはまあ難しいと思いますが、まあその稼ぐ偉いとか偉くないとか食わしてもらっているとか、されていることに意識を向けるよりも、何かそのそんなこと言われても自分は楽しいこと、毎日楽しんでるっていうことに、楽しんでることの方が、楽しむことが大事なんじゃないかなと。昭和の考え方、令和の考え、昭和の考えの旦那なんで、で令和的な、妻になればいいんじゃないのかなって、昭和の妻を辞めればいいんじゃないのかなと思います。ですから、周りにいる人間が、妻が、周りにいる旦、昭和の考え方の旦那さんの周りには昭和の考え方のもっと根の強い人たちがいっぱいいるので、その旦那さんの昭和の考えは、より強固になっていき、それに耐えられなくなってきてるっていうことは、新人類になるしかないんじゃないかなと。芸能界でも昭和の考え方の、昭和の笑いから令和の考え、お笑いもありますけど、それはどんどん破壊されて令和の時代がみんないいっていうふうになっていってると思うので、自分自身が新しい時代の、考え方にしてなって、どんどん昭和の考えの人たちを脳を叩き割って、なんかおかしいんだなっていうのを認識させるぐらい、そういうこと言わせないぐらい、例えば旦那のことを、旦那さんの遊びに行くような、なんだろうな、その、家が楽しくなれば、楽しければ、家が楽しければ、遊びに行くような場所であれば、そういう環境であれば、で家がディズニーランド、旦那、男の人が遊びに行く、そうですね、好きな音楽がかかっていて、で家がリラックスしてる環境っていうのが、結局何ですかね、その、文句を言わないぐらい、その居心地のいい空間が家にあれば、家に帰ってきたら、ホテルに帰ってきたかのような雰囲気の家であったり、くつろげる家だったり、いい香りでいいホテルのロビーにいるような家だったり、その家がすごい快適空間であって、リゾートのような、そういう行きたい、どうしてもそこにずっといたいって思うような空間ですよね。匂いだとか、その見るもの、入ってくる、景色、入ってくるその、インテリアなものとか、座っているソファーのものとか、その辺にかか、なんですかね、空気感だとか、そういったものが、なんかリゾートチックであれば、その家にいてストレスが溜まって昭和の考え方っていうのがなくなると思うので、そうですね、そういう、その昭和の考えの旦那でもあったとしても、それをうまく、それでもうまく、昭和の考えの旦那でも、なんていうのかな、不満、そういう不満を言われないぐらいの何か、その例えば会話とか、その旦那が、なんでしょうね、難しいですね。僕がもし逆で、僕がもし旦那の妻で、妻で、もしくは女で、昭和の旦那がいて、私が妻だって、お前より稼ぐ方が偉いって言われたら、萎縮されますよね。で妻を食わしてもらっている。それも萎縮しますよね。で、夫の言うことを聞くのは大前提。そうですよね、子供ですよね。もう子供みたいなのになっちゃうので、檻に入れられた、そういう飼い猫、飼い犬みたいな。何も自分の判断で、何もできないという感じになってしまうので、これは思考停止させられている状態になるので、
思考停止してもうその旦那に依存しちゃってるので、その依存 旦那に依存しなくてもいいように、なことでどんどん稼いでいく。なので妻で自分自立して稼いでをしてるようなそういうグループとかに入ったりして、まあ、旦那よりも稼がなくてもいいんでけども、まあ、ある程度妻も自分で稼いで自分もある程度稼ぐんだから偉いでしょっていう風になれば、旦那も見直すと、で妻はもうで自分の稼いだお金で自分も食ってるし、たまには旦那におごってあげれば、あと妻は旦那は、まあ、ちょっとはあんまり言えなくなるんではないのかなと思うし、別におごらなくても何かプレゼントを渡すとか、それもいいんじゃないかな。で夫の言うことを聞くのは当たり前、大前提だから、そういう全てが 100対0とか90対10で全てそういうふうになってるんであれば、まあ、聞かなきゃいけないんですけど、その割合がなんか自分も稼いだお金で自分の好きなものだけを買ってんじゃなくて、旦那にもう私が稼いであなたのために使ってるんだよっていうことになれば、夫の言うことを聞くのは大前提にはならないはずなので、とか、まあ、もうそういうふうに、じゃ逆にどうしたら旦那に聞くのが一番いいんじゃないですかね。お金をより稼ぐ方が偉いのは、別にじゃあ私も稼いできていいのと、で稼ぎたいということで、まあ、そこは少し割合が、まあ、今10-0ならば、まあ、7-3ぐらいにはなると、でその3で稼いできたものを、妻に食わしてもらっている、妻は食わしてもらっているっていうのを自分で、例えばその稼いできたお金で、まあ、少しは入れるというか、少しだけでも、なんか足しにして入れるっていうことをすれば、旦那がもっと自分の自由に使えるお金が増えるので、ありがたいはずなんで、まあ、そういうふうな感じになるんじゃないかっていうことをしていると、夫の言うことを聞くのは別に大前提でなくなってくる時期っていうのが来るので、まあ、そういうことを自分が楽をする、どうしたら楽になれるかっていうのは、自分があまり楽にならないことを考えて、自分も努力して、パートだとか、少し、そうですね、これ見てるとお金を稼いできた旦那、お金で支配されている感じがするので、だからお金を自分で稼げば、外に稼ぎに行っちゃいかんって言われたら、インターネットでも稼ぐことができると思うので、そういう稼いでる人のことの師匠を誰か見つけて、でその人から稼ぐ方法が分かれば、まあ、お互いがウィンウィンになれる時期が、令和の時代が来るんじゃないかなと思うので、そうですね、昭和の考え方しか分からない、知らないというか、価値観しかないというかという方は、令和の時代のお金の稼ぎ方とか、インターネットをどう利用したら稼げるのかとかっていうのを学ぶことでどんどん楽になっていくのではないかなと思うので、はい、以上で今日はちょっと終わりたいと思います。はい、ちょっと長くなりましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。はい、ですね、夫婦仲だとか、熟年の、まあ、夫婦仲ですね、で、まあ、家族の中で、なかなか夫婦の仲が良くないとか、まあ、離婚したいとか、離婚、そうですね、そういうふうな、あまりうまくいってないとかっていう方は、まあ、なんでしょうね、辛い思いされている、体がかなり辛かったり、メンタル的にも心が閉じたり、精神的に病んでたりとか、落ちてたり、気が良くないので、まあ、チャクラを分けることによってそういうのが、運気が好転していくっていうのがありますので、世帯院浅井の、まあ、施術を受けていただくことで、いろいろあれですね、閉じてるところがチャクラとかそういうところが広がって開くようになって、光がパーって体から出るので明るくなって、まあ、神様と天とつながって、なんですかね、まあ、いいエネルギーが出るようになりますので、施術の方ですね、ぜひお待ちしております。では、よろしくお願いします。失礼いたします。